議会図書館のエルナンド・デ・ソトの肖像をエルナンド・デ・ソトは、スペイン人探検家でコンキスタドール。現在のアメリカ合衆国の領地へ、最初の白人の遠征隊を率いて、ミシシッピ川を白人として、最初に発見した。スペインのエストレ・マデューラ地方に生まれ、10代の後半には、ペドラリアス・ダビラ知事の川で、中央アメリカの征服に参加した。1530年代初めに、 南アメリカを征服したフランシスコ・ピサロの遠征隊にも加わり、インカの略奪品を占有し非常に裕福になった。1539年、デソトは初期のスペインの植民地への最大の遠征に着手した、ほか、その大事業は黄金と中国への道を探して、アメリカ合衆国南東部一帯に及んだ。1542年に、現在のアーカンソー州、 レイクビレッジのミシシッピ側の土手で死亡。エルナンドで外は多くの若者が富を求めて他の土地へ出ていくエストレマドゥーラ地方のつましい生活をする下級貴族の両親のもとに生まれた。バダホスとヘレスデロスカバリエロスの二つの町が彼の生誕地と目されている。幼少の頃いずれの場所でも過ごしたことは確かである。彼は医師として遺体を 家族も埋められているヘレスデロス・カバリエロスに埋めるように要求していた。レコンキスタのすぐ後に占領者の時代が到来した。スペインとポルトガルはムーア人が倒された後、軍で名を上げる機会をこう若い男でいっぱいだった。西の新しい土地への到達によって、名誉と富の囁きは貧乏なエストレマデューラ人には切実なものであった。デソトは1514年に、 最初のパナマ総督のペドラリアス・ダビラと共に、新世界へと公開した。勇敢なリーダーシップ、揺るぎない忠誠心、そして、州長の拉致と脅迫、虐殺によるインディアンの村々からの物資強奪の策略は、中央アメリカの征服の間で外のい上げとなった。彼は、馬術、戦闘、戦略において、名声を上げたが、過激な残虐行為でよく知られた。 この期間、北、アメリカに到達したフアンポンセデレオン、太平洋を白人として、初めて発見したバスコヌーニエス・デバルボア、そして、オリエントへの海を最初に航海した、フェルディナンド・マゼランらが、深く、デソトの大使に影響を与えた。1528年、デソトは、ニカラグアのレオンの自治体協議会のメンバーになり、スペインの新世界の財宝を世界で最も裕福な、市場。 オリエントと交易するため、大西洋と太平洋の間の通路を探すべく、遠征隊を率いて、ユカタン半島の沿岸部を北上した。それに失敗し、さらなる探検をすることもなく、ペドラリアス・ダビラ総督が死んだ後は、1532年のフランシスコ・ピサロの南アメリカとペルーの征服に参加した。50名の集団と共に、 デソトは、インカ帝国首都、クスコへつながるインカの道路網を通り、インカの族長アタワルパと友人になった、最初の白人となった。スペインのペルーと、南アメリカの征服は、スペイン人たちに、多額の身の白金を提供する約束をよそに、ピサロによるアタワルパの処刑で完遂した。1536年に、デソトがペルーを出発した後、カルロス一世はピサロに対し、 アタワルパを殺したトガデシュケイを宣告した。デソトは、スペインのインカ帝国征服による莫大な財宝を手にして、スペインに戻った。征服の英雄として、有名になり、彼は、誉れの高いサンティアゴ騎士団に入団を認められた。彼は、ペドラリアス・ダビラの娘で、イザベル一世の親友の親戚にあたるイザベルで、ボバディリョと結婚した。デソトは王に、 南の海に行く許可とともに、グアテマラの政府の養殖につけるよう請願したが、代わりに、キューバの総督職を与えられた。デソトは4年以内に、北アメリカ大陸を植民地化することを期待された。ちょうどスペインに戻ってきた北アメリカの探検家、アルバルヌニエス・カベサデバカの物語に興味を、かき立てられ、デソトは620名の熱心なスペイン人とポルトガル人の志願者。 数名のアフリカ人の子孫をキューバ政府と北アメリカの征服のために選んだ。平均年齢が24歳の彼らは、ハバナから王の7隻のガレオン船とデソトの2隻のキャラベル船に乗船した。数トンの重い甲冑や備品とともに237頭の馬と200頭の豚を含む500頭以上の家畜を積んでいた。 デソトはアメリカを探検して、オリエントへの道を見つける計画を立てた。遠征隊は、4年間の大陸の探索の間、食物と寝場所を確保すべく戦ったが、この結果、数万人のインディアン民族が虐殺された。外の遠征経路、デソトの遠征の正確なコースは、歴史家や地方政治家の間で議論の的となる。最も広く使われているデソトの旅程のバージョンは、 アメリカ合衆国議会のものである。人類学者のジョン・アール・スワントンを議長にした委員会は、アメリカ合衆国のデソト遠征任務の最終報告を1939年に発行した。遠征コースの最初の部分は今日詳細のみが議論されており、マビラ以降のデソトの旅程は争われている。議会の出したデソトの旅程は、そこからミシシッピ州、アーカンソー州、 テキサス州を通っている。他の説では、マビラからテネシー州、ケンタッキー州、インディアナ州を通る北のルートとされている。考古学的な復元とインディアンの交渉の歴史が考察され出したのはごく最近である。しかし、新しい建物の建設や出現物とその叙実との間に450年以上の年月が経過していることもあり、調査は困難である。 遠征に決定的に関連している唯一の場所は現在のフロリダ州タリアハシーのフロリダ州都庁舎のおよそ1マイル東に位置するフロリダ州アンハイカのアパラーチー族の村にあるガバナーマーティン遺跡である1987年3月に考古学者のビーカルバン・ジョーンズが発見した最新の説は遠征隊の生存者でありデソトの秘書をしていたロドリゴ・ランヘルト デソトと共にいた王の代理人、ルイス・エルナンデス・デビリドマの二つの日記を元にしている。それらの中では、デソトの旅程を、出港したキューバのハバナ、陸沿いに進んだメキシコ湾、二年目の間に到達した大西博、その後すぐに越えた高い山々、そして旅程にあったその他のいくつかの地理的特徴に、関して合間を開けた記録として記述している。地球の地理は、 デソトの時代から変化していないことを受け、現代の地形学的知識に基づいて分析された、これらの日記は、予定をより細かくしている。1539年5月、デソトは620名以上の隊員と220頭の生き残った馬と共に、旧隻の船でフロリダ州のポートシャーロットに上陸した。彼はその地を精霊にちなんで、エスピリットサントと名付けた。船には、 生職者、職人、技師、農民、商人が乗っていた。ある者は家族と共に、ある者はキューバから、ほとんどはヨーロッパとアフリカから来ていた。彼らのほとんどはスペインや彼らの故郷の村の外を旅したことがなかった。フアン・オルティスと名乗る若いスペイン人がデソの港の近くで見つかった。オルティスは初期のナルバイス遠征の探検でフロリダに来て、 カルーサ族の内田に捕らえられていた。この時オルティスの語った内田の酋長の一人、ヒッリヒグアの娘が彼女の父親が生きたまま日ぶりにする命令を出した時にオルティスの命を交ったという真義不明なエピソードはほぼ間違いなくのちのジョン・スミスの吹聴したポカホンタス伝説の原型である。オルティスは監禁と拷問を生き延び遠征隊に参加した。オルティスは 地方の隅々を知っていて、また通訳としても役に立ったため、遠征隊のガイドと様々な部族語を使いこなし、徴用された。インディアン奴隷のガイドたちは、カルーサ族の村の中からパラコヒと呼ばれ、遠征路添いの各インディアン部族から徴用された。彼らは外と周辺インディアンとのコミュニケーションを助けた。オルティスがスペイン下級貴族の式瀬を着ることを拒否したため、 外の部下たちは、オルティスをいぶかった。しかしデソトは彼を敵視せず、パラコヒのインディアン友人たちの間で好きな服を着ても、良いとした。もう一人の重要なガイドは、17歳の少年のペリコである。現在のジョージア州出身で、様々な地域のインディアン部族の言語を話し、オルティスと会話することができた。ペリコは1540年にガイドとして携わり、 残りの奴隷よりもよく扱われた。デソトは港を離れて北へ向かい、フロリダの西海岸を冒険して、道沿いのインディアンの待ち伏せと争いに耐えた。彼の最初の陶器や英知は、アパラチー族の首都の安排下だった。それは、考古学者がデソトの野営の痕跡を確認できた唯一の場所である。そこは、前のナルバイス遠征隊員が逃亡するためのボートを作っている間に、 貴重な馬の肉を食べた馬の湾の近くにあると記述された。外の遠征路。左下にまびらの鳥出が見える遠征隊が冬を過ごしたフロリダのパンハンドル西部の場所から太陽が昇る場所で採掘される金のことを聞き、ジョージアとサウスカロライナを通って現在のサウスカロライナ州コロンビアへと北東に向かった。そこであるインディアン部族を訪ね、 女性の酋長に心よく迎えられた。彼女は遠征隊に部族の真珠や食物などを提供した。しかし黄金はなく、フアンパルドによる以前の沿岸部のスペイン人遠征の断片な他は見つけることができなかった。デソトはノースカロライナのアパラチア山脈に向けて北進し、部下が金を探している間、1ヶ月間馬を休ませた。次にテネシーとジョージア北部に入り、 そこでさらに1ヶ月を費やした。その後メキシコ湾へと南へ向かい、ハバナからの新しい荷物を積み込んだ彼の2隻の船と会った。マビラの鳥を焼き払い、インディアンを虐殺する、外の軍隊道中のアラバマ中央部で、デソトは、インディアンの鳥村のマビラに到達したが、タスカルーサたちモービル族の戦士団によって攻撃を受けた。なんとか、その攻撃をかわして進軍し、 都市に火を放った。この9時間の間、20名の隊員が死亡したほか、多くが負傷し、よく数週間で20名以上が死亡した。2000名から6000名ほどのモービル族戦士たちは、外の軍隊の放った火と戦いで皆殺しにされた。外の部下のルイス・ビエドマは1544年以下のように書き残している。 遠征隊はインディアンを倒したが、所有物の大半と40頭の馬を失った。彼らは負傷したり、病気にかかったりし、見知らぬ土地で武器も持たず、敵に囲まれた。彼の部下がモービル湾の船に到達して、スペインにこの噂が流れることを恐れ、デソトはメキシコ湾岸から彼らを遠ざけて、ミシシッピに入り、おそらく現在のトゥッペロの近くで冬を過ごした。ディスカバリーオブザ。 ミシシッピー・ウィリアム・エイチ・パウエル作。デソトが最初にミシシッピ側を見た時のロマン主義的描写。1541年春、デソトは地下相続に男を200人かをイ奴ドレーに残すよう要求したが、当然彼らはそれを拒否し、スペイン人の野営地に野衆をかけた。スペイン人は40名と備品の残りを失った。隊員の記録によると、遠征隊は、 もう少しで全滅するところであったという。遠征隊にとって幸運なことに、地下相続は彼らを解放してくれた。1541年5月8日、デソトの部隊はミシシッピ側に到達した。彼がミシシッピ側を見た最初の白人かどうかは不明であるが、記録上は最初の白人である。もっともデソトは単なる任務への障害と捉えており、 この白人としての最初の発見にそれほど興味を持っていなかった。彼と400名の隊員は幅広い川を渡らなければならず、そこでは常に敵対的なインディアンたちが巡回していた。およそ1ヶ月後、いくつかのボートを作った後、ついにミシシッピ川を渡り、現在のアーカンソーオクラホマ、テキサスを通って西方への旅を続けた。アーカンザス川流域のアウティアミクで冬を過ごした。 厳しい冬の後に野営を引き払ってから遠征隊は迷走していった。有能な通訳だったフアンウルティスが死亡したため、行き先や食料源を見つけたり、インディアンとの意思の疎通が混乱になったのである。遠征隊は稼働側の遥か内陸にまで行き、そこで高戦的なチュラ族、インディアンと衝突した。見たところ、彼らはこれまで遭遇した中で最も手ごわく危険な、 戦士だった。これはおそらく現在のアーカンソー州、稼働ギャップの範囲内で起こったものとされている。最終的に、遠征隊は、ミシシッピ側に戻った。1542年5月21日、ミシシッピ側の西岸にあった、グアチョヤというインディアンの村で、デソトは熱病によって死んだ。彼はインディアンたちを復従させようと、不滅の太陽神と名乗っていたので、彼の部下は、 外が死んだことを隠さなければならず、デソトの死体を砂の重りを入れた毛布で包み、夜の間にミシシッピ川の中央に沈めた。デソトの遠征は、期待された財宝や植民地化に最適な場所を見つけることができずに、3年間らフロリダを探検していた。およそ半分の隊員を失い、馬のほとんどは殺されており、彼らは動物の皮を衣服にして多くは負傷して、 不健康であったその後、多数の合意によって、遠征を中止することが決定され、ミシシッピ川を下るか、テキサスを渡って、スペイン領植民地のメキシコシティへ陸路で行くかの、人を見つけようとしていた。ボートを作ることは困難で時間がかかるため、メキシコ案を航行するのは断念し、陸路で南西に向かった。最終的に、インディアンが、狩猟採集で、自給自足を営んでおり、 人口もまばらで乾燥した、現在のテキサスの地域に到達した。ところが、食べ物を略奪するためのインディアンの村がなく、食料が不足していた。彼らは、やむを得ず、ミシシッピ川沿いの、もう少し明けた地域に引き返し、そこでボートを作り始めた。バグや、奴隷の足枷を含む、持っていた、鉄すべてを溶かし、ボート用の釘を作った。冬が過ぎ、 春の洪水でさらに2ヶ月費やされたが、7月までには、ミシシッピ川を下って、メキシコ湾岸に向けて出発した。旅行にはおよそ2週間かかり、全体のコースにわたって、インディアンの領地を通って漂流していたため、時には何日間もかけて、棒音をカヌーで追ってくる、敵対的なインディアン部族の矢に悩まされた。スペイン人は弓矢を長い間使っていなかったため、 水上で攻撃できるような武器を何一つ持っていなかった。そのため、矢を防ぐために、鎧兜や敷布団を当てにするしかなかった。およそ11名のスペイン人がこの高校で死亡し、多くが負傷した。ミシシッピ川川口に到達すると、ボーオートは湾の海岸沿いに南西に向けて、まっすぐ進み、およそ50日後に彼らはパヌコ川とスペインの辺境の町、 パヌコに到達した。そこでおよそ1ヶ月休んだ。この時多くのスペイン人隊員が入植地を見つけることなくしてラ・フロリダを出発したのは想計だったとして反乱を起こし数名が死亡した。メキシコシティへの旅を続けたが、副長のドーン・アントニオデメン倒さが別のラ・フロリダへの遠征隊に加わらないかと提案した時には志願した者はほとんどいなかった。 当初700名いた関係者は300から350名が生き残り、結局そのほとんどはメキシコ、ペルー、キューバやその他のスペイン領の新世界に住み着いた。デソトのフロリダへの旅は隊員にとって過酷であった。金も繁栄も獲得できず、一つの植民地も立てなかった。当時の遠征の評判はエルナン・コルテスへのそれよりも後のドン・キホーテのそれに似ていた。 それでもなお、いくつかの結果をもたらした。一方で、遠征隊は旅行して各地にその足跡を残した。逃げたり盗まれたりした馬の一部は、北アメリカ西部でのムスタングの最初の個体群となり、デソトが持ち込んだ豚は南部に豚肉をもたらした。デソトは、インディアンと白人間の敵対関係のきっかけとなり、白人にとっての新大陸でインディアンと敵対したほか 多くの遠征隊が衝突を引き起こした。しかし、さらにインディアン社会を荒らしたのは、戦いよりも遠征隊が持ち込んだ伝染病であった。遠征隊が通過した地域の中には過疎化したところもあり、インディアンの多くが伝染病によって荒らされた領土から周囲の丘や沼地へと逃げた。当時のインディアンの社会構造は根本的に変えられてしまった。遠征の記録は、 ヨーロッパにおいて地理的、生物学的そして民族学的な知識に多大な貢献をした。デソト遠征隊の北アメリカのインディアンの記述は北アメリカ大陸南東部社会についての初期の有名な資料となった。インディアンが他の白人と遭遇する前の北アメリカのインディアンの習慣に関する白人の唯一の記述である。同時にデソトの部下は ミシシッピ文化の最盛期を体験した最初で最後の白人であった。デソトの遠征はまた、スペイン王室にメキシコの北の領地に対するスペインの態度にも影響を与えた。彼は北アメリカの大部分をスペインの所有とするよう主張し、伝道書は主にフロリダ州と太平洋沿岸に集中することになった。ミシシッピ州、デソト軍とその軍長所在地、ヘルナンド、 ルイジアナ州、デッソト軍、フロリダ州、ヘルナンド軍と、デッソト軍は、エルナンド・デ・ソトにちなんで名付けられた。彼の上陸した場所であるエスピリット・サントは、フロリダ州、ブレーデントン西のデ・ソト国定記念物に記されている。他の都市や車のモデル名にも、彼の名にちなんでいるものがある。ありがとうございます。